はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、表遊戯です。本日なんですが、最強モンスター破滅竜ガンドラクロスが帰還したということで、このモンスターを使って先行ワンキルしていきたいと思います。破滅竜ガンドラクロスはもともと禁止になっていたモンスターでございまして、これなんで禁止になっていたかっていうと、先行ワンキルに使われていたからなんですよね。はい。これ、どういう効果持ってるかっていうと、手札、から召喚特殊召喚したときに、フィールドの他のモンスター全部ぶっ壊して、破壊したモンスターのうち元々の攻撃力が一番高いモンスターの打点分の、数値を相手に与えつつ、打点がその分だけ上がるっていう効果になってるんですよ。で、これを手札から出して、なんかその、フィールドの自分のフィールド上に用意した打点が高いモンスターをぶっ壊して先行ワンキルするっていう動きが、昔5年前とかぐらいにやられていたんですが、ガンドラクロスのね、エラッタっていうか TCG と OCG のテキストがちょっと違くて、 TCG の方に合わせた形になってるんですけど、元々の攻撃力っていうテキストになっちゃったんですよ。これ元々の攻撃力になるととても難しくなるんです、ワンキルが。なんでかっていうと、元々の攻撃力が一番高いモンスターの打点分ダメージ与えるっていうのが、これ墓地3章になってるんですけど、元々の攻撃力が墓地で高いモンスターを爆破するしかないんですよ。だから例えばその元々攻撃力が高くなるゴーティスであるとか、こういうモンスターを使っても、最果てのゴーテスって元々の攻撃力が除外状態になるのかける500になるっていうね、こういう効果なんだけど、これ墓地だとハテナだから攻撃力が、こういうモンスターで爆破してもダメージ入んないんで、本当に素で打点が高いモンスターを爆破するしかないんですよ。ということで、今日用意したのは、ムキムキマッチョ、オブレスクの巨人兵。オブレスクの巨人兵を爆破して4000ダメージを与えます。で、4000ダメージだけでは勝てないわけです。遊戯をます。では、8000ライフあるから。だから、あらかじめライフを半分にした上で、オベレスクを爆破するというアルティメット最強デストロギガレーズぶちかましていきます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、ムキ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 マッチョめっちゃ来た。ムキムキマッチョでマッチョ、ムキムキマッチョでマッチョ。はい、スケアクローライトハート効果発動。うらら、すいませんでした。うららすいませんでしたって言いながら、これ素引きしてるんで貫通します。うららここに打つよりも多分ね、一応なんですけど、一番単一があるライフォビアに打った方が基本的にはいいですね。ライフォビア引かれてると意味ないことが起きるんで。で、強炎の剣士、これはスキャクロ を相手にした時に言っておきます。じゃあうららの打ちどころは、スキャクロのリンクモンスターは一回無視してライフォビアに打つのが正解です。はい、素引きで貫通されるからですね。まあ今回の場合はライフォビアに打たれたところで別に素引きで貫通しますけど。で、イゾルで爆弾で、イゾルで効果で戦地毒加えます。で、イゾルでの効果発動、イゾルでの効果により装備カードを1枚ご注目って、リナルドを特殊召喚して、今回はちょっとデュランダル引いてるんですけど、デュランダルが、本来であればここで回収されます。はい、よいしょと。ほんで、ですね、とりあえずディランダルの効果発動しまして、で装備モンスターに装備します。で、これ爆破しますと、手札にか、回収できるイグニスフェニックスを、で、これで回収します。で、爆破しました。で、スケール発動で、さらに、スケール発動で、イグライトは共通効果で、ピーゾーンのカードを爆破して、炎の戦士持ってこれますみたいな効果があって、これで、ドラゴンを持ってきて、で、イグニスフェニックス破壊されると、敵から、ペーガーサス出してこれて、でペーガーサスでフィールド魔法を持ってくる。で、手札を1枚捨てるので、ソルキーを墓地を送りまして、ほんで、これイグニスフェニックスでね、そのなんか墓地を落としたいカードとか引いてても、まあそれで墓地遅れるっていうのもこのデッキの強いところですね。はい、一応まあフィールド魔法がサーチ入ってるとこの効果見なくなるけど。で、これこうでしょ。で、マスケットでしょ。で、さらにドラゴンフで、ペンデラムスケールが揃ったんで、これペンデラム召喚していきます。で、 P はエクストラデッキから2体出しまして、はい、あ、これちなみにこの動き、スキアクローどれか1枚から確定します。スキアクローモンスターどれか1枚、なんでもいい、スキャクローだったら。ここから確定です、ここまで。で、ヘルフレームバンシー効果、オーバーヨニット1個使いつつ、
エクシードザペンデラムの効果発動。エクシードザペンデラムの効果によって、スケールでペンデラム召喚できるモンスターを手札墓地から特殊召喚で、ヘルフレンバーシーの効果によって、キャンドルを手札に回収で、キャンドルは、ポップルスなんで手札から出てこれる。ポップップー、あとそういえばデカポップ来たからデカポップデッキもやんなきゃ。なんかデカポップデッキ、あまりにも今更なんだけどさ一応スネークアイデッキちょっと強くなってるんだよね。まあ強くなってる分ポップルスが一番なって弱くなってるっていう説はあるんだけどでこれレベル上がるでしょ。で、ファイヤーウォールドラゴンを爆誕させて、ポップルス制限になってからデカポップ実装するのあまりにも遅いだろ何考えてんだよ、バカすぎるだろ、どういう実装だよ。で、リンク6、リンク6来た、麻雀シングラリティ、渡辺太志を出して麻雀シングラリティ渡辺太志を出して、で渡辺太志からの、ドロドラゴンを特殊召喚で、ファイヤーウォールドラゴンシングラリティの効果によってリンク先のモンスターがどういたので、自分の墓地からファイヤーウォールを蘇生。かっこいいな、相変わらずファイヤーウォールくん。なんかリンクモンスターってエラッタすぐされがちでさ、サモンソーサレスもファイアウォールもエラッタされてんだけどさ、俺毎回思うんだけど、エラッタされるくらいだったら新しいカード捨てれよって思うんだよな。もうなんかその当時のさ最強のなんかその記憶のままでいてほしいわ。最強モンスターは最強モンスターのままで、弱くなってエラッタされて実装は意味不明なんで、同じような効果で新しいカード作れよと思いますね。はい。で、まあ、とりあえずクロックリザード出しますよね。これ何をしてるかっていうと、デッキのカードを全部墓地送ってですね、これなんかクソみたいな動きして、はい。でクロックリザードの効果発動して、リリースして融合モンスターデッキに返して、でその融合サインになってるモンスターを、墓地から除外して出しますよと。で21枚になればいいんで、こうですね、はい。でこうするとデッキのカードが全部墓地送られまして、でこっから宇宙が起きます。はい、行きましょう。サイバースクロックドラゴン融合召喚成功時効果発動。サイバースクロックによってこう打点が上がることに あんまり意味ありません。でフェアリーテイル白雪の効果を発動。フェアリーテイル白雪の効果によりジャイアントレックスを含むモンスターなんかクソ適当に、なんか7枚ぐらい除外して特殊召喚。ジャイアントレックスがちなみに除外されると特殊召喚できるという効果があります。はい。さあジャイアントレックスの効果を発動し、レベル4のモンスター2体でオーバーレイをしていくぞ。はい。でレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。シーズ召喚デュガレスパイセン出す。でデュガレスの効果を発動。ソルケ先に出さなきゃいけないか。ソルキウスの効果によってオビリスクの巨神兵と、なんか誰でもいいや、ライヒハートを墓地送り、このカードを特殊召喚。はっ。さらにトランザクションロールバックの効果、トランザクションロールバックの効果によりギブアンドテイクをコピーし、あ、この最強モンスターを君に差し上げよう。胸筋やば、胸筋やばすぎだろ。で、時知らずのデュガレスの効果を発動。時知らずのデュガレスの効果によって、モンスターを特殊召喚。これちなみに特殊召喚するのマジ誰でもいいです。カオスペトレイヤー、はい。で、カオスペトレイヤーの効果も特に発動しなくていいです。で、あとは、墓地に送りたいのでサイバースクロックドラゴンとデュガレスを墓地に送りつつ、バリケードベルグを出して、でバリケードベルグでまた世代カードがあります、出る感じですね。で、レベル6のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚アラールド、オーパーツアトランタル、アトランタルの、エクシーズ召喚成功時効果を発動。デュガレスのを装備し、デュガレスを装備されたアトランタルの効果によりお前のライフ半分だ、今からお前のライフ半分でよろしく頼むわ。はい、お前のライフを半分にするマン、半分マン。さらに自分の墓地のリンネリュサンサーラの効果を発動。サンサーラの効果により最強のモンスターを回収し、このモンスターはアドバンス召喚できる。黒金の暴流よ、現世の狭間がどうのこうの、アドバンス召喚現れろ破滅竜ガンドラクロス。ガンドラクロスの効果はデストロイギガレイズバーン。もともとの攻撃力なんで、エラッタグはこれしかありませんでした、ワンキル方法が。
これも遊戯王昔話なんですけど、まあ、サンダー大人のカード大人のホビーチャンネルがよくやってる遊戯王昔話なんですけど、ガンドラクロスっていうモンスターが元々エラッタ前のね状態だった時は元々の攻撃力って書いてなくて、普通にそのフィールド上の攻撃力を参照して爆破した時のダメージを与えていたんですね。なんで打点が高いモンスターを爆破すればそれだけでワンパンできたんですよ。なんでなんか多分そのエラッタ前のテキストだとめちゃくちゃ簡単にワンキルできました。例えば打点が高くなるクソ適当なモンスターを出すだけで、なんかヌメロンドラゴンとか例えばね、とかあとまあ出しやすい打点が高いモンスターってなんだろうな、デュガレスでなんか打点アップするとかそういうのもいけるか、まあ、8000にすればいいんでね、なんか4000のモンスターをデュガレスで倍にするとかね、なんかそういうなんかめっちゃ適当な方法で打点高いモンスター用意してそれをガンドラクロスで爆破してあげればワンキル取れたんですよ。でガンドラクロスが手札から出てきた時に効果発動できるので、今回採用しているサンサーラで回収してアドバン召喚するとか、あと、まあ、スカルデッドとかで出してあげるとか、それから、当時使われていたのはレッドアイズダークネスメタルドラゴン、レダメンの効果によって手札からガンドラクロスを特殊召喚して、あいつ墓地か手札からいけるんですよ、ドラゴン族特殊召喚するの。だからレダメンの効果でガンドラクロスを手から特殊召喚してで、爆破するっていう。で一番レベル打点が高いモンスターはアークロードパラディオンとかを用意して、アークロードパラディオンがなんかリンク先のモンスターの打点吸収するんで、ダークマターの4000打点とレダメの2800打点が吸収されて、まあ、余裕で8000超えてるんですけど、なんかそのカードの打点上がってる効果でガンドラクロス爆弾させて、ぶっ壊すみたいなワンキルが流行ってましたね当時は。これが確か手札1枚からいけた記憶あるんで、食竜が生きた時なんで、アガーペインとかあの辺も全部生きていた時なんで、 LP とか LP ピスティアガーペインの時の守護竜マジやばかったからね。ありえんインチキ方法でドラゴン族死ぬほどできるから、デッキとかエクスタ時から真空召喚何もしないでクリスタルウィング真空ドラゴン出てきたりとかねあったんで、まあ今の現環境でも絶対に戻ってこれないモンスターの筆頭候補ではあるかな、アガーペイン LP は。まあピスティだけ一応許されてるんですけどね今ね。 LP アガーペインは多分ね二度と戻ってこない気がするわ。あれなんか令和150年ぐらいだったら戻ってくるかもしれない、もしかしたら。とりあえず、ライトロードぶん回されて僕は死にそうです。ロールバック、なるほど。てかもうさ、ライトロードのさこのさギミックも大概だよな。ライトロードとティアラメンツキトカロス生きてっからよ、なんか遊戯王マスターディエルデッキ消すのマジ余裕なんだよな。破壊量ガンドラギアスじゃん、出た、かっこよ。召喚ムービーなんかくれた、ありがとう白雪。何これ、どういうこと、わからん。とりあえずガンドラギアスがいただきました、ありがとうございます。今ガンドラギアスをいただきました、ありがとうございます。こんなから生あってもいいですからね。ガンドラギアスが打点がめちゃくちゃ上がりますよっていう話ですよ、除外ゾーンのカードの数だけね。うむうむ、いいだろう。で白雪の効果によってガンドラギアスの、を裏渋にするみたいな話が違うか、なんだコードブレイカー、ウルスソードマン、わからん。何してんだこいつ、なんかウーサどっかいたぞ、ウーサどっか行くことあるかこれ何してんのコーディネラル、どういうこと、なガンドラギアス取り返すってこと、ちょ、わからん、何してんのお前。無限白雪剣突入した、やばい。無限白雪剣でガンドラギアスの攻撃力が16200。あ、まさかこれレベル8にいたいってこと、これレベル8にいたいってこと、もしかして。もしかするとレベル8にいたい。やばい、やばい、あ これなんか前もあったな、これ。お、出た、先行ワンキル封じのサグラミス来た、強い、先行ワンキル封じのサグラミス来た、やばい、熱い。おい、これガンドラギアスで殴ったら勝てるぞ、ガンドラギアスで殴ったら勝てる。リトルナイト、何リトルナイト、やばい、ガンドラギアス逃げろ、逃げろガンドラギアスなんだこのデッキ、ワンキル失敗したからリットルナイト出てきたぞ。
意味わからなすぎる。あ、俺もガンドラクロス来た。ガンドラクロス来た。モンスター2体並ぶとかないかな、奇跡の。ないか。モンスター2体並ぶ奇跡の展開。うわ、ちょっと無理か。スケアクロー展開だと、なるほどですね。ちょ、うっとうしいな、これ。これさ、ワンチャンないから、これあと4000でしょ。なんかもう4000削り切ったらワンチャンだよな。ちょっと一回さ、白雪の効果発動させようか。白雪の効果発動させて、妨害なくして、で、まあ、リトルナイトでもいいんだよな。これなんか普通にさ、先行ワンキル失敗した後にも妨害残ってもキモいな、このデッキ。先行ワンキル失敗した後に妨害残ってんの、マジ。いや、これワンチャンあるか。これワンチャンモンスターめっちゃ飛んでるからさ、で、これでさ、ここ破壊すんじゃん。で、リトルナイトで何飛ばすかによるんだよ。これ何か、何を飛ばす？飛ばすのはまずさ、マジでさ、このさ、うわ、それかー、うわ、ワンチャンあった、マジで。それじゃなかったらワンチャンあったか。それじゃなかったら、まあでもね、ケルトいるから無理なんだよな、結局。うわ、イゾルで作れねえじゃん、これ。最悪。イゾルで作れねえ。マジ。うわ、レビオニア飛んできた。やばい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 。やばいって。おふざけんなよ、マジで。お石膏案件失敗したからっつって普通に戦えるのおかしいだろ、このデッキ。あ、やべえ、パレシャー、デッキにソースが回復された。やばい、うわふざけんなよ。石膏案件失敗したのになんで普通に戦えてんだよ、このデッキ。おかしいよ、絶対。くっそ、負けんの俺、これ。サウラビスでバールゼブル無効にしたのに。はぁ、納得いかないんだけど、マジで。うざすぎる。あまりにもうざい。これ、でもなんかライフが残ったら謎に。ライフ謎残り来た。意味わかんなすぎるって。なにこれ。痛いでますからね、きつい。うざすぎる。イグニス。なるほど。謎のイグニス来た。とりあえずちょっとドラグノフ。でもこれまあちょっと一応リトルナイトがどこで使われるかによるんだけど、ワンチャンにかけてちょっと一回あれするか。フェニックスで、イグニス、フェニックス爆破すると一応モンスターはね、あのリクルート出せるんで、超眼鏡を使わずにモンスターがあの一体一応並ぶは並ぶから、これだからあれでしょ、ワンチャンさ、あれだよね、隙をついて、隙をついてガンドラクロスを出せればいける。これワンチャンあるか。ガンドラクロスいけワンチャンある、マジで。うわー、アドバンス召喚破滅竜、ガンドラクロス効果発動。ガンドラクロスの効果によって相手のフィールド上のモンスターが全てフィールドのカードが全部爆破され、リトルナイト、はい、すいませんでした、すいませんでした。え、そっち、え、それは破壊されるけど、何このデュエル。